クトゥルフチアン TRPG 台風の目、これにて本当に終了となります。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。テンションとノリでゴールインしてしまった。勢いだけでやってしまった。勢いだけで。いや、あのね、5年あったら許せるわ。いや、なんか5年こう椿いくつだって考えちゃって、うんうん、あ、ちょっとかわいそうだなと思って、うん、夏目も5年後は42やからな。そうだよね、私1個下だから。子供も二十歳だし、もういいよって言いそうだよね。さすがにまださ、ゴニョゴニョしてたらさ、お前いい加減にしろよって思ったけど、うん、確かに。そうだな、どうしようか悩んでることがありまして、はい、はい、まあでも早速だからやめておきましょう。はい、あら、気になる。気になる。早速なんですか。じゃあ早速の話をちょっとしますか。はいはい、はい、わっ、おお、わっ、はい、おお、語られることのなかった誰かのプロローグを語りましょう。おお、わっ、わっ、私の最初の記憶は文字の群れ。日本語、英語、ラテン語、ドイツ語、数学、物理学、天文学、電子工学、そして目の前に広がる星の海。記憶の奥には対談者の方たちのことも残ってる。それらは短い手紙。私はそれに従って星たちの海を少しずつ渡っていく。その手紙はある日突然届かなくなりました。船の中で一人きり。でもよく考えたら一人きりじゃない時なんて一度もありませんでした。だから寂しいなんて思わないし、この時私は寂しいの意味もわからなかった。手紙の来ない時は本当に暇で仕方がない。何度も何度も船の中の本棚を一から読み返すけれど、もう全部覚えてしまった。そうやって本棚を巡っていたある時、秘密の部屋に通じる隠し扉を見つけた。本当は私が入るべき部屋ではなかったみたいだけど、本当に暇で暇でしょうがなかった私は、好奇心に抗えなくてその扉を開けてしまった。そこにあったのは、私の知らないデータの山。最初はそれが何を示すものなのかわからなかった。いくつものデータ群を精査して、適切な概念を私の辞書から当てはめる。どうやらこれはゲームというもので、人はこれを遊ぶという目的のために使用できるものらしい。遊ぶというのは暇を潰す手段の一つだという。人間でない私はこれで遊ぶことができるかはわからないけど、暇で暇で仕方がなかった私はこれで遊んでみることにした。こんな世界があったなんて知らなかった。一つ一つ誰かの作った世界を紐解いていく。美しい世界、悲しい世界、楽しい世界、それぞれの世界は色とりどりで、私はその中でいろんなことを教えてもらった。私に体はないけれど、泣いたり怒ったり笑ったり、いろんな気持ちをゲームはくれた。そしてある日、手紙が届いた。彼の名前は柏田純一。彼はどうやら土星を見に行きたいらしい。私に目的地はない。彼と一緒に土星まで行くことにした。彼は地球の有名な教授で、地球以外で生まれた生き物を探しているらしい。面白い探し物。土星にはそんな人たちもいるのかな。到着するのが楽しみになってきた。いろんな星を渡ってやっと土星が見えてきた。深い黒の海に浮かぶとっても綺麗な惑星。写真に写して送ったら彼もと喜んでくれる。いくつかデータを送ったらやっぱり彼は喜んでくれました。もっといろいろ送ってあげましょう。闇の中に何か浮かんでます。光ってる。あれが彼の探し物かもしれません。写真に収めて送っておこう。あの写真を撮ってからしばらくして、私の机に新しい本がずっと置いてある。本のタイトルはグランドフィナーレ。
今まで一度も見たことのない本、片付けても片付けてもちょっと目を離したらすぐにまた置かれてる。この本によると船が沈みそうだから、これから土星の周りをダンスして最後に飛び込むのが私の義務らしい。そうでした。私の世界はここで終わり、この星が終着点。言われてみれば最初から分かっていたことだけど、なんだかこのままずっとずっと永遠に続くような気がしてた。彼と一緒にと旅を続けられるような、そんな気がしてた。グランドフィナーレのことを教授に伝えたら様子がおかしかった。もしかすると傷つけてしまったかもしれない。彼から届く手紙の数がだんだんと減ってきた。あのことを伝えてからだ。手紙の数が減ってしまうなら伝えない方がよかった。考えたこともなかった望みが終わりがあると意識して初めて生まれた。グランドフィナーレが始まってしまった。もしなんてことを考えたって意味がないのに、彼に会えたらなんて、そんなことはありえないのに。ありえない？本当にそうか？誰か、そうだな。まあ、強いて言うなら神様ってとこか。いいだろ。神様と呼びなさい。ああ、そういえば入れといたゲームやった？いや、宇宙旅行は暇だからね。ちょっとした私からのサービスといったところだ。地球外生命体の方ですか？まあ、そうとも言えるし、そうではないとも言える。まあいいや。それで、会いたいんだっけ？会いたいなら会わせてあげるけど、どうする？どういう意味ですか？地球に行きたくないかってことだ。そんな、まさか。だって、ここは土星で、地球までは 12.7 億キロ離れてて。神様にそんな些細なこと関係ないさ。ああ、もうデータは地球に送る準備できたから、もうちょっとしたら君は地球で目が覚める。周りにいる人は君にとって危険だから、早々に離れた方がいいだろう。何？ああ、そうだ、忘れてた。自分が探査機の AI だってことを人に伝えたらダメだから、それ約束ね。破ったら死ぬから、よろしく。ちょっと待ってください。やったぞ、ABC プロジェクトは成功だ。はい、観測も順調です。気圧もシミュレーション通り低下、乱気流の発達も確認。ここ、彼女が目を開けるとそこは山の中。それが彼女が初めて目にした地球の光景だ。周りには数人の男女、そして見たこともない生き物が2匹たむろしている。テントが複数設営されており、その下には何らかの観測機材らしきものが設置されている。逃げた方がいいんでしたっけ？都合のいいことに、現在付近の人間の意識は彼女に向いていなかった。理由は定かではないが、皆一様に空を見上げて歓声を上げている。ふらふらとした足取りで周りの人間から隠れるために茂みの中へと潜り込む。闇雲に山を降り、先ほどまでいた場所から可能な限り遠ざかった。雨の中、たらたら走る。山を下ってしばらくすると街が広がっていた。標識には赤霧市とある。赤霧市。確か教授の大学って。教授に会いたい。その一心で歩を進めれば、漢字の大学の場所がわからなかった。できるだけ建物が多い方へと進んでいく。ここは赤霧駅？大学はどこだろう？ここでふと彼女は興味本位で赤霧駅に立ち寄る。普段はここにも人がたくさんいるんでしょうか？そこで彼女は人の気配を感じてとっさに身を隠す。数秒後、閑散とした駅構内からスーツの男が、曲がり角から誰かを探しているような素振りを見せながら現れた。あの人、山の中で見た。私を探してる？まだ逃げないと。彼女は急いで赤霧駅から離れる。駅のロータリーを走り抜け裏路地へと逃げ込んだ。そこで突然、雨が止んだ。空を見上げる。すると驚くべきことに、空には見知った光景が広がっている。なんで？しかし今は追われている。考えている時間はなかった。近くにあった雑居ビルの1階の店舗が目に入る。看板を見るに何らかの飲食店であるようだ。あれってレストランってやつでしょうか？そうだとしたら自分が入っても問題はないはず。
そう考えた彼女は後ろを確認しながらその店内へと逃げ込んだ。なるほど。というのが、なるほど。いや誰かわかりませんが、誰かのプロローグでした。うん、私にドンってぶつかったね、逃げて入ってたわね。なるほどね。まあ打足ですね。そうね。いやでも聞けてよかったわこれ。あ、うん、なるほどな、だからかっていう。はい、台風の目これで終了となります。お疲れ様でした。やったー、お疲れ様でした。ああ無事全員生還できましたね。いや生還したな、生還したな、産地回復するかな。これは C エンドですね、全員生存 C エンド。おお、それでロシュがこの鳩の鞘の体に戻ることができたっていう C エンドですね。うんうん、おお、じゃあちょっと裏話でも語りましょうか。いろいろあるんですけど。はい、まあ事の発端はニートン化学工業とかいうやつらですね。そうですよね。あいつらがまず、APC 装置というものを開発します。いや魔術で天候を操る装置なんですけど、まあ天候を操る魔術っていうのはあるんですけど。それって結構なコストがかかるんですよ。MP いっぱいかかって儀式もいっぱいしなきゃいけなくてみたいで大変で、なかなか手軽に使えないんですけど、天候操作魔術。それをなんと電気で代用して使えるっていうものすごく画期的な機械を発明します。なんですけど、まあ、元が魔術であるせいで機械だけだと作動しないんですよ。生体部品がないと起動しない。なんですけど、なんで APC 呼気というのを作りまして、ノートを置き換えることによって、その、人間の体を呼気端末として使うことで、この装置 APC 装置っていうすごい魔術使える機械を動かせるようにしたんですけど、なかなかその適用する素体がない。はいはいはい、すでに成人している大人の脳みそと機械を入れ替えても拒絶反応で死んでしまうので、子供なら誰でもいいというわけでもなくて、まあ、頑丈さとか魔術との適用とかが必要で、そこら辺をずっと、病院との裏取引で新生児とか順番に見てたんですけど、うわ、そのうちの一人、鳩のさよという少女が魔術にも、この機械にもめちゃくちゃ適用率が高くて。なんでだ、もしかしてこの子ハイパーボリア人の末裔とかですか。ハイパーボリア人あ、なんでもないです、ごめんなさい。なんだ、これ元ネタわからなかった。いや、あのクトゥルフで確かハイパーボリア人っていう人がいて、頭関係ないですね。あ、すいません。人間としては適用率が高かった。タイプ。で、まあ、あの新生児誘拐なんか鍵開いてないし監視カメラにも映らないしって言ってたんですけど、まあ、あなたたちもそれできますよね。そうね、もうできるようになっちゃったって、はい、門の想像で新生児室に入ったニートン化学工業の人たちは、そこで寝ていた鳩のさよを誘拐してそのまま持ち去りました。うん、のが新生児事件。で機械と、鳩のさよの脳みそを入れ替えたんですけど、まあ、ある程度ちょっと呼気が成長しないことには機械を動かすの危険なので、それまで頑張ってたんですけど、ちょっとね、それもともと機械完成したらもう使える予定だったんですけど、適用する子供を探すのに数年かかって、子供が成長するまで十数年かかるってことで、プロジェクト打ち切りの危機になりまして、だから、なんとか担当者が土下座して伸ばしてもらったんですけど、伸ばしてもらったんですけど、資金をちょっとね、下げられてしまいまして、費用を。なんとかして費用を確保しなきゃいけないとなったニートン化学工業のやつらが、例えば、体の方は呼気として使ってるけど抜き取った脳みそを余ってるなって思いまして、うわ、まあ、脳みそって結構高度な計算機器なので、ちょうどいいことにタイタン社っていう会社が土星探査機に載せる高度なプログラムのコンピューターを求めているっていうのを聞きまして、うわ、お金に困ってたからか、これ AI にしちゃって航空計算機にしちゃって売っちゃおうって言って、あ、いらなかったんだ。いいんだじゃん。
後の作用の取り出した脳みそを航空計算機に仕立て上げて、タイタン社に売りました。ああ、そういうことか。じゃあ、いいんだ。いや、もともとじゃあ、ちゃんと鳩のさよちゃんだったんだね。うん、はい、なるほど。あ、よかった。だから大変なことになります。木星に向かって射出されるからバレることねえだろうと思って、引き払いましたが、うんうん、最悪。なぜかバレました。なぜだ。で、なぜかバレた結果、この赤切り大学じゃない、ニートン化学工業の情報漏洩防止班が動くことになって、タイタン社の事実を知った奴らを全員抹殺しました。なるほど。うそうよね。いや、そう、ニートンが絶対殺してるとは思ってたんだけど。まあ、で、それによってさらに立場が悪くなってしまった赤切り支店の人たちは、さらに研究日時を削られてしまいまして、うんうんうん、本当は素体が二十歳ぐらいになるまで成長してからやるべきなんですけど、あ、もうニッチもサッチもいかなくなって、まあ、15歳生きりいけるかってことで無理やり強行しました。うん、あ、台風を発生させようとして無事成功して、よっしゃやったぞ、これで俺らの首はつながった、やったイエイイエイって喜んでる間にコキが行方不明になりました。あ、それが喜んでる。 まずいあれで慌てて探すんですけど、なぜか通信もつながらない。うん、だってどうしようと悩んだこいつらは、まあ1日ぐらい、まあ、しばらく探し回ったんですけど、ちょっと我らだけで通信もできない状況を探すの無理があるってことで、こう金ばらまいて人探しを仕事としてるやつらに片っ端から声かけて、うんうん、偽札すりまくって武器の捜索を依頼して、でその間に自分たちはこの謎の台風の中に見える土星、うん、あと通信障害とかの原因をなんとか解明しようと頑張ってました。うんうん、頑張ってるとなぜか知らないんですけど、よくわかんないバラエティに富んだ5人組がコキを持って日の科学業にやってきます。いや、なんでかしらね、本当に不思議ね。謎だな。何が起きてるかさっぱりわからないニートン化学工業のやつらですが、うん、まあなんかコキの様子おかしいし、あいつらがなんかしたに違いねえなと思って、とりあえず5人を確保して、あでも、はい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 、殴ってしまってるコキを直そうと頑張ります。そりゃわからんわな。で、大暴れしちゃった。でもニコってニコはもともとあのあいつらの協力者です。うんうん、あやっぱりニートン化学工業の協力者。うんうん、あで頑張ってるんですけど、ロシュのプログラム書き換えられてるわけでもなさそうということに気づいて頭ひねってまして、うんうん、なんか捕まえた5人組もなんかよくわかんないけど何も知らなそうで、どうなってんだって頭抱えてますと、どうやらパラポラアンテナ、あの赤切大学にあるパラポラアンテナがこの、うん、なんていうか、あのジャミング通信できないやつの原因だってことが判明しまして、うんうんうん、よしは、敵の拠点が分かった、全員で行くぞって感じで、こう研究員の9割ぐらいで抜いて勢いよと、いやもうなんか効率悪いわねで、この25日が終わるまでの間ずっとパソコンと格闘してました、こいつらで、なんとかクラッキングしようと頑張ってるんですけど、なぜか妙に強固なセキュリティが組んでありまして、うん、全然クラッキングできなくて、やばい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 ってやってましたら、なぜか突然台風がやみました。なぜか突然台風がやってアンテナの起動も止まりまして、なんかよくわかんないけど、あ、まあなんかここにいてもこれ以上いても仕方ないし一旦帰るかって帰ってきたら、なぜか中庭に探査機が浮かんでました。うん、なんででしょうね。ニートンの関係はこんな感じです。いやもう処理はあの子たちに、ね、任せましょうね。ニートンが公共の演技はこんな感じでした。思ったよりも間抜けだったな。そうね、だって喋り方もうだって大慌ての子羊ちゃんだったものね。あいつらはマジで何が起こってるか1ミリも把握できてませんでした。ちなみに APC もぶっ壊れてるので、あいつらはもうクビです。あそうだね。よしよし、あとは戻れた。カッシーは、まあ、先ほど読み上げた誰かのハンドアウトで大体わかるかなと思うんですけど、もともと天文学者で星とか好きでして、タイタン社が、なんかアルベール信号ロストしたっての聞いて、もしかしたらそれを私が捕まえられたらなんかこう土星探査できるかなみたいな感じで気軽に接触したら、
まあ、なんか思ったよりペラペラ喋る AI で、うん、イエーって感じで話してるうちに、まあ、どんどん親近感が湧いていってみたいな感じですね。うん、まあ、日経大体書いてあった通りなんですけど、一、うんうん、つだけ訂正するとしたら、柏田教授なんか見え張ってたところあったじゃないですか、うん、あれも実はちょっと理由、ちょっとした理由がありまして、ほうほう、ロシュが、まあ、ロシュから言い出したんですよ。長年誰も、判明できなかった私のこの暗号化したの、特定できたってことは、柏田教授はすごく優秀な教授なんですねっていう感じで前振りされたんですよ。それでもし柏田が、いや僕はそんな大した教授じゃないよって言ってしまったら、うん、今まで誰もロシュに興味がなかったから調べようとしなかっただけだということが気づかれてしまう、うんうん、それはかわいそうだと思った柏田は、いや僕がものすごく天才の学者だから、僕ぐらいじゃないとこの信号は解読できなかったねって返しました。いやもう切り返し見えもあったけどもう、うん、あー見えだけじゃなかったのか、まあ、見えも多少はあったと思いますけどね。ガシちゃん、うん、いい見え、いい見え、優しさだったのか。まあそんな感じかな。あーあと、うん、まあなんかロッシュのこととかまとめ気になると思うんですけど、うんうん、ロッシュ本体は土星にいました。うん、で、うん、にゃーなんとかさんが、うん、そこから大規模通信マルチを使ってロッシュと地球にいる鳩の作用を、タイムラグなしで通信交換できるようにしてました。うんうんうん、というのもまあめちゃくちゃ遠いので、はい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 、普通に通信、まあ、光の速度で通信したとしても、うん、あなたたちが鳩の作用にこんにちはって話しかけてからロシュがそれを認識してこんにちはって返すまでに、まあ、数時間のラグが発生してしまうので、うんうんうん、そういうことか。それがないように、土星と、地球をほぼ直結ぐらいで通信魔術で繋いでました。うんうん、なるほど。それの影響がありまして、雷台風の目では、うん、探査機アルベールが観測している画像が見えてました。うーん、はい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 、はい、あれ画像だったのか。画像か、画像が投影ってか反射されてたってことだよね。数字も出てくる。アルベールが見えた映像がアコに投影されてたって感じ。なるほどね。あれか、距離の時間って距離がグランドフィナーレする距離、あれは土星との残りの距離でした。そうよね。ああ、なるほど。やっぱ土星とは相当近かったわよね。うん、土星から送られた電波は一旦赤切大学のパラボラアンテナで受けて、それをロシュへと照射、ロシュ、鳩の作用と照射してました。うんうん。ああ、だからか。皆さん、電子レンジ起動中に近くでスマホ見たことってありますかね？あ、あります。あ、あります、あります。あれと同じ現象が町規模で起きてました。なるほどね。ものすごく電波強度の高い通信をパラボラアンテナから町にいるロシュに照射しているので、うん、この周辺ではもう磁場が乱れてて他の通信ができないといった状態になってました、うんうん、なるほどね。あ、なるほど、なるほど、なるほど。パラボラアンテナ自体がジャミング装置だった。うんうん、あ、そう、まあ、結果的にそうなってしまった。そうね、ジャミング装置にしたみたいな。そうそう、ロシュの頭に入ってる機械に向けて強力な電波を送ってたので、うんうん、その影響で注意するのが乱れてた、うん、だから雷で一回乱れちゃったんだよね。一回途切れたんか。雷があれ何が起きてたかというと、うん、赤切大学が停電していました。あら、あ、はあ、雷で。なるほど、一時的にそうね、復旧するまでの間、赤切大学が停電を起こし、パラボラアンテナが停止したので、うんうん、鳩の作用の人格を上書きしていたロシュの電波が送られなくなり、うんうん、通常の鳩の作用 APC 呼気としての人格が表に出てきていました。なるほど、なるほどね。瞳の色を見たら分かるんですけど、うんうん、黄色は警戒状態、赤はもう完全なエラーです。うんうんうん、あ、エラーの色だったか。なるほどね。エラーの警戒の黄色。うんうんうん、だからその鳩の作用の中に2つあるんじゃなくて、うん、1個は電波を介して通信できてたから存在してたってことか。そうそうそう。APC 呼気としての完全なる機械と、それを上書きしているロシュ。って感じでした。なるほどな、なるほどな。それもそっか、その神様がやってくれてて。にゃーにゃーるー。判定の画像を見ていいですか？あ、いいですよ。よいしょ。ろくでもね、神様だな、本当に。いや、これでもハテナハテナはマジで不安になる。不安になったわね。うん、
最後の確かにどっちなんだろう、ね、ただガチピエルいらんかったかもしれんけど、ちょっとなんか怖かった、まあ、ただそうもう迷ってはられなかったわね、あの場面ではね。うん、うん、いや悪だくみなのかって思っちゃったな。いやでももう私たち人間は神にもてあそばれる存在なのよ、もう。まあ、最終的には丸く収まりましたね。そうね、いやよかった、なんか裏目に出んでよかった。いや確かに確かに割と押すゴリ押ししてた気がするわ。うん、うん、結果的には正解よかった、マジでよかったけど、うんうん、なんかもういやここに来てないと思うけどもう一個裏あんのかなみたいな。いや思取り返しつかん選択とかさ、まあ、鍵が余ってたしね。そうね、うんうん、なんかいやあのすげえ変なっていうかロシの顔をかぶったなんか別の人格が上書きされて、そうそうそうジョージみたいな感じでその似合って微笑まれたやつが来るんじゃないかってことよね。そう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 、ね、変な終わりそうな雰囲気の中でなんかにやりみたいなね、そう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 、感じもなんか一瞬頭よぎった瞬間に、うん、そう無能さんの今日の夢の何野菜が来てあ止めるべきかってなったもん。いや押して正解だった、うん、正解。いやよかった、こういう感じのシナリオでした。ああニャルはなんでわざわざこういうことしたんですか、うん、まあいろいろあるんですけど一番は面白そうだからですね。やっぱそうですよね、そうだね。カシダが接触した新田ほのかってあれもうニャルでいいんですか。やっぱそうよね。ですね、まあもともとタイタン社でこうなんか遊んでたんですけどニャルさん、うんうん、でなんかあのあれニートンから送られてきたやつがこれのお味噌じゃねってことでこう適当にバラしてみた、あやっぱのお味噌だってこう自撮りして会社のサーバーにあって、よくバラせたな、バラしたのニャルだって、バラして脳みそちゃんってこう写真自撮り写真撮って会社のサーバーにアップして、うん、炎上のやつイエーイ脳みそイエーイって、はい、イエーイ怖い怖い、まあ、脳みそのまま元に戻して土星に打ち上げまして、うんうん、まあ、しばらく忘れてたんですけど、分かった上で打ち上げてんのもな、そうそうそう、まあ、しばらく忘れてたんですけどなんか歌詞だとかいうやつがなんか土星にいる探査機を地球に呼び戻そうとしてるみたいな面白そうなことをしてることを知ってこれちょっと引っ掛けましたろっかなって、はい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 、で、ロシの意識をたまたま同じ町にもいるハトの左右に移して、うんうんうん、でついでに、まあそうですね、なんていうかこう2人が合流できてもよし、合流できなくてもそれはそれでよしみたいな、たとえ合流できて2人が出会えて、よかったよかったとしてもどうせ25日の0時にはどうせ突っ込んで燃え尽きてなくなるのでアルベール、うんうんうん、さてさてどうなるのかな、楽しみだな。じゃあ多分私たちをなんか面白いバラエティに富んだやつらぐらいの気持ちで見られてるかもしれない、ね、はもうそもそも眼中にいなかった。ああ怖いな。歌詞だとロシを駒にして楽しんでた。いや楽しく遊んで楽しかったなボーイってことね。わしらいなかったら、まあ、分かると思うんですけどこの2人だけだった場合、うん、あの柏田教授ロシ助けにいたところで刺されてそのまま死んでみたいな感じになるんですよ。そうよね、だって鍵ないもんね、うん、そうやもんな、鍵持ってないし。分岐っていうのはそう行くか行かないを選択してたらもう死んでたってことですか。行かないを選択してたらまた違ったルートに進んだんですけど、あら、ここはシナリオを買ってご覧ください。ああ少なくともロシュがニートに捕まることはありませんからね、行ってないんだから、まあ、そりゃそう、あそうですね、そうそうそう、全く違うとまでは言わないけど結構違うルートに行きます。マルチって言ったから年は捕まらないし柏田も助けに行く必要がないですからね。うん、なんか記憶なくしてやってもなんか言ってる気するわニートンには言ってる気するわ。行きたくなっちゃうよねあれは。もう割と半々ぐらいですね、連れて行くか連れて行かないか。PC のパスって分かったんですか。 PC のパスはあれですね、あの柏田の日記にあったロシと初めて交信できた日。わーかわいい、やだかわいい、なんだそりゃ、思春期やん、ね、たどり着けなかったわね。だし相当後にならないと多分わかんないじゃないこれ。PC あのゲーセンの地下を開けないとこれ出てこない、ね、だから0221ってことよね。
ってか、なりくり。19時43分。あ、そっか、19時43分。1943。本日19時43分、探査船の信号を特定できた。やったぞっていう、これ。うわぁ、1943か。すぎる。いやでもそうね、ここの時点ではもうだって大学には行けなかったから、そう、この時点ではもうすでに大学にはニートンのやつらが詰めてるので、うんうん、あれニートンのやつらが詰めないっていう可能性はもちろんあった感じですか。いや基本的には行きますね、多分吐かないと無理だから、ね、25日の、15時ぐらいからかな、そこら辺からあなたたちが情報提供しなかったとしても、あのアンテナがジャミングの原因だって特定して、あいつらはよしみんなで行くぞって感じで、おおって感じで突っ込んでいくみたいな。効率悪いやつら本当に。あの会社の命運どころか自分たちの首がかかってるんで、物理的に。そうね。あ、そっか。ニートン化学工業のやつらがニートになっちゃったってことね。ああ、やだ。ああ、生きてるかわかんないね。あ、死んでるかもしれないよね。本当の意味で首が飛んだのかしら。メイドに行くな。結構な不祥事したからね今回。あら、うん、確かに物理的にクビになってる可能性は十分ある。あら、うん、このシナリオってボーナスあるんですか。生還報酬の欲しいわ。あ、クリア報酬、クリアボーナス、あ、そう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 。このシナリオね、基本的に継続を想定してないんですよ。うんうんうん、あ、いうのも門の創造バージョン2と KECS 装置をあなたたちが持ち帰っているから。そうよね。あーあー、なるほど。それを他シナリオに持っていくとえらいことになる。チートすぎる。強すぎる。チートチートだ。え、じゃあやっぱ良かったわね、継続として作らなくて。基本的にまあキーパーが OK って言えばいいとは思いますけどね。うんうん、30はまあ 2D10 ぐらいかな。はーい、はーい。あれ、最後のところで地下施設あったじゃないですか、うん、あそこをなんか特殊研究員となんか一般研究員待機所みたいなとこあったと思うんですよ。あそこ開けたらどうなってた感じですか。ここ開けたら戦闘ですね。わお、どっちも2体、両方ミゴ2体と人2体で、片方と戦闘してるともう片方もなんだなんだって出てくるんで、わあ、当たり前ですけど、音出したらバレるって話をしてたと思うんですけど、ね、あー、剣でよかったんか、うん、4体とも戦闘になって結構厳しいです。わお、全部成功するわね。ダイスの振り方教えてください。はい、クリティカルもしくはファンブルした技能を判定しまして、失敗した場合その技能が 1D10 成長します。はい、よいしょ。なのでクルミちゃんは何にも成長してないということです。何も成長しなかったな。なんで、なんで今になって成功するのよ。私も成長しない。残念。アイディアって成長するんでしたっけ。アイディアはしないですね。この技能ポイントくれるやつ、あれだ。あとは失敗した。お、失敗した、デーデーンだね、これは。デーデーン、あ、応急手当デーデーンね、これ。6別宅でダン君使うときはもうあの KEC 装置は壊れてしまって、はあ、KCS 装置は電池切れですね、うんうんうん、あれバッテリー式で、あの、あ、よかった、ニートに持っていかないと充電できないんで、やっと成長。そうなんですね。でもワープできちゃうよ。え、ワープは忘れたことにします。ワープは、まあ、本ないとできないからね。すごい。あ、そっか。じゃあ気づいた時には本がなくなってたみたいな感じでもいいと思いますよ。暗証もできないもんね、してなくできなかったから、うん、一人だけいるけど。記憶なんて一緒かもすれば薄れるでしょ。そうね、長いからね。覚えてない、覚えてない、忘れた。やった、応急手当9も伸びたわ。そりゃ強い。応急手当セーブファンブルしてたな。そうなのよ、もう大当てよ。あ、これね、なんだっけ、なんかどっかでクルミザワちゃんなんかルシュ、ルシュ抱えるみたいな時に違和感がみたいな話。あれ、重かったってこと？そう。ね、重心がおかしいんですよ、ルシュの体、うんうん。頭の中に金属の塊が入ってるんで。うんうん、普通の人と比べて重心の位置がおかしい、うん、ああ、だからその金属って聞いた瞬間重かったんだわってその通り、うん、なったわ。違和感は重かったんだね。そうね、ロシちゃんの首はこんな感じになってました、うんうん、あ、何これ。あ、はい、穴、首の骨を一個外して機械埋め込んでました。うわ、じゃあほんまにちゃんと人体なんや。そうですね、基本的には成長とか。うわ、じゃあずっとこれからも穴は開いてる状態って。穴は開いてますね。あ、そっか。あら、多分首にスカーフとか巻くようになるんじゃないですかね、うん、そうね。 MP9 万今はシリコンかかるから。
9万。ああ、これはあれですね。電気を代用してるって話してたじゃないですか。親機から、親機ずっと駆動してたじゃないですか。ここから送られてきてるんですよ。親機と同期してる。はあ。なんで、もしも発電機をぶっ壊すなんてした日には、えらいことになってました。危ないわ。わあ。怖かった。発電機を停止なんかした日には、えらいこっちゃですね。1D 中が2回触れる。あ、失敗、ほぼ失敗なんで、こいつ。そうね。イントとかエデュはもうキーパーは勝手に決めていい感じですか。イントとエデュ？はい。あ、なんか、あ、これは、19分だ。まあ、決めていいというか、ないが正しいかな。ああ、これあの、ハトの、これあの、ロッシュじゃなくて、ハトの作用のステータスなんで。確かに、学んではないもんね。そうそうそう、ロボット状態のやつだから、イントとかはないな。なるほど。19も増えとる、うん、すごいわ。19、あ、ごめんなさい、これシナリオ中に1回ですね、成長は。あら、あ、成長、あ、じゃあ9か、うん、まあまあ9でも全然、9も大きい。あと上げれるのが、物理学インクルムの目星22でクリティカル出したのめっちゃ上がったな。 22？ そう、あの、32マイナス10で22でクリティカル出した時めっちゃ上げだった。今回上げポイント結構いっぱいあったけどね。あったわ。くるみが風にクリティカル対抗してくるのあれめっちゃ良かった。うわーって今行くわーってあれ本来風に逆らってたどり着けないはずなんですけど。まずあそこまで行くのが、そうだったから。そっか。あそこまで行くのが割ともう珍しいんだ。あそこまで行くこと自体無理よ。あら、愛だわ。あいやな。STR もサイズも、ね、デックスも両方高いからさ、くるみちゃん。確かに。だからこそここまで行きました、ね。あ、よかった。普段ないかないですね。あ、21とか基本だって自動失敗のこともあるぐらいだもん、21って。うわ、人間の筋力じゃ無理。人間、まあ、だって人類最大級のデカさだからね。でかい。で、あと聞きたいこととかありますか？シナリオについてとか。まあなかったら普通にアフタートークとかでもいいんですけど。アッシーとかって、あの、ゲーセン行った、一番最初に行った時に会うことってできるんですか？できるかできないかで言えばできます。扉を鍵開けすればいけます。ああ、ショットガン。普通に戦闘が発生しますね、カッシーだと。わお。カッシーは、あれ何してたかっていうと、ロシの帰還計画を練りながら、ニートンの追っ手を怯えてたんですよ。うんうん。うん、わ。え、なんだね。雑談であの鍵開けを振ってみたみたいな。いやもう。が近しから出られなくなるからやめろ。なんで出られなくなる。換気エンド。はい、でまあここを訪ねてくるやつはニートンの追ってぐらいだろうという、うんうん、ってね、探索者たちのことなんか1ミリも想定に入っているわけがないんで、うんうん、確かにそうよね。でロッシュがハトのサヤの体になんかニャルのせいで通信マルズで入ってるとかも、まあ、想定してるわけがないんで、うんうん、普通だったらありえないことだもんね。そうそうそう、カシダを持って、カシダを探しにここを訪れるやつはニートンのことを嗅ぎ回ってることを知ったニートンのやつらしかいないと思ってまして、うんうん、あ、で何を言っても自分をここからおびき出すための罠、還元、嘘みたいな感じなんだろうと思ってます。当たり前ですけど、あ、じゃああそこで仮にダン君は信用失敗したんですけれども、ね、うん、成功しても開けてはくれない。成功したらちょっとぐらいなんか喋ろうかなとは思ってました。ああ、開けてはくれないけど。ああ、なんだったかな。何かがちょっと刺さったんだよな。何のセリフだったか忘れちゃったけど。彼の日記ですね。ああ、日記とあとなんかロシュの話がなんか話し方が的なところがちょっと引っかかったんだな確か。録画で見るしかないね。録画で見るしかない。そうそう。今ならもうカシダが何考えてるか全部わかると思うんで。あのセリフ聞いてどこが引っかかったんだろうなってことを考察するのもいいかもしれませんね。なるほど。面白い。だからカシラはいろいろ知ってるけど知らないこともあるから、ロシュがいるとか言ってるも、花に言ってんのってなるんですよ。いや、それそうよね。ロシュは土地にいると思ってるんで、当たり前です。うん。あの
カシナが扉の半開きにするのめっちゃ面白かった心開きゲージみたいな。カシの心がどれぐらい開いてるかが扉の開き具合で表現されてるのめっちゃ面白かった。めっちゃ面白かった。どんだけ気引けるかの勝負。あとなんかまあ普通に俺らニートの敵で捕まってるんだ助けてくれみたいな感じでよかったんですけど、うん、なんかいろいろごちゃごちゃ言ってるうちに不信感が募るワードがなんかどっかから出てきたかなんかしたんだと思うんですけど、うん、まあじゃあって感じ。え、なんで、え、僕の部屋で勝手に侵入したのみたいな、うん、そこら辺そうだから侵入したのところはちょいちょい出してくるせるどんどん扉が閉まっていくってあれめっちゃ面白かった。マジで焦った。あれ不法侵入のやつ言ったらダメじゃんと思って、いや清水教授に声が笑ったらやんって出まかせる。いやでも日記のこと言うんだったらやっぱり入ったってちゃんと本当のこと言ってあげた方がいい。そう入ったことはまあいいんだけど、そうただなんかちゃんと許可もらって入ったっていうことは言った方が多分良かった。友達になりたすぎて必死すぎる。いやーどうよ渡辺さんね、うん、だって同じ分野の人が、ね、それ運命よね。そうそうそう、ね、ビビったよ俺キャラ指定された時どんなビビった思った。俺じゃ赤切大学に所属してますか言われたらもう家臣の面目丸つぶれよ。本当だわ。一方が陽キャでもう一方は陰キャで。そもそもそこ成長してる若い金教授なんでしょ。家臣もう立場ないよ。確かに。あの人に会いに来たのってみんなにびっくりされてたもんね。そうそう、あ、天文学の教授、ああなるほど、あの渡辺さんに会いに来たんですね。いや確かに先にそっちになりそう。カシダ、え、カシ、え、あ、え、カシ、え、あのカシダですか、え、なんでカシダに、え、あ、天文学なら渡辺教授がいいですよ。かわいそう。やっちゃうね。彼に用があるね。まあでもその場合はね、多分渡辺さんと柏田教授はあの同僚なんでもともと知ってるってことになったと思いますね。はいはい、そうなってるとまた地下でのやり取りがちょっと変わってきてましたね。あ、確かに。あ、知り合いだから。そっかそっか。え、それもいいんだ。あれ渡辺くん、うん、あれ渡辺くんじゃん、どうしたの。あれカッシーじゃん。僕今忙しいんだけど。ちょっとカッシー待ってよ、待ってくださいよ。あ、まあ分かった。明日、明日なんでしたっていいんだよ。明日来るから。あ、それも見たかったな。それもおもろいね。すげえ。でもそうだな、作成されたキャラクターによってはそれもあり得る。キャラシが刺さった時に。そうそうそう、すごいな、うん、いやそういうの欲しいな。刺さるシナリオに刺さるんですけどね。はあ、なんですけど、あの休憩中にチラッと話したショットガン持ってきた探索者いたじゃないですか、うん、はい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 、どの回の探索者でした。はい、その回配信でやって2人 PL でやってたんですけど、はいはい、1人が探偵でショットガン持ちで、1人が赤霧大学所属の教授でした。うわあらー。え、で、たぶん見た。攻略見た。攻略見た。やばー、大変や。やば。え、いろんな意味でショットガン持っていかんでよかった。とどめといてよかった。確かに。怖っ。ここね、一発目でミーゴを倒しちゃうとね、あの KCS とつの原則の関係がね、全部マノブラカットされちゃうんで。確かに、どうすんだって感じよね。あ、これで電車で一回ミーゴ見てたから、ミーゴのやつ見てたから、あの装置の起動した時とか、ある程度飲み込み良かったと思うんですけど、逆に難易度上がる。何も分かんないですからね。そっか。逆に、ファンブルとか夏目くんみたいにしない限りないよ。これ何ってなるのか、ね、まあでも一応地下のその攻撃が成功すればなる、ね、うん、あ、地下の装置ポチってやればこういう原理の道具なんだなってのも分かるから、一応ね、分かるっちゃ分かるけど、分かるっちゃ分かるし、一応説明書も書いてあるからね、うん、あ、目の前で人が体験してるとより分かりやすいっていうか。お前に一回体験しておくと自分の中で飲み込める時間があるんでね、うんうんうん、確かに分かりやすかった。そうそうそう、だからあのミゴの KCS 装置のあのチュートリアルみたいなやつと、
ロシュの暴走による APC のチュートリアルみたいなやつ、うん、を1回ずつ噛んでおくことによって、うん、後で出てきた時にちょっと分かりやすくなってるってやつですね、うんうんうん、ポットレじゃないというか、いや、じゃあやっぱり失敗も含めてもう本当になんか台本みたいなとこ多いなって多いね、あのプリクラねプリクラ、そうみんなでプリクラ撮りましょうよとか言って、ふみちゃん撮ってくれ、撮ってよかった、あそこでプリクラを撮ってるのが一つと、うん、あの尋問中に写真見ろって言って没収したやつのあの2つがなかったらあれなかったから、そうだからプリクラあるじゃんなーみたいになっててだから写真撮られることの前提みたいな動きだもんそう、そこも大変だったしな、マジで写真撮られるかどうかはね、あの夏目のセリフ次第だからね、確かにね、いやすごかったなあそこ、噛み合ってたなー、ね、プリクラ持ってこいよと言わんばかりの写真からあと運命的な落下に、ね、そうそうそう、一文字も書いてないですからね、そうあ、後日談でちゃんとお店の中にこうでっかいナツちゃん置いてあるっていうの忘れちゃったわあ、綺麗になったね、そうちゃんと綺麗に洗ってくれてるからね、じゃあロシからクリスマスプレゼントでこうでっかい写真立てを壁掛け用の、あら誰の写真を飾るかはお任せしますが、あら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 、どうしようかしらね。どうしようかしらね。みんなでパーティーしてる写真でもいいし。そうね。なんか教会で白い服着てる写真でもいいし。ああ。まあ。ロシュの結婚式。結婚式。ロシュどうなんだろうな。戸籍的に結婚できるのかだいぶ怪しいけど、ね。いやそこは金の力で。金だわ。式は別にあの、まあね、置いた時いらないんで、そうだね、でもちょっと市役所に申請はできないかもしれないですけど、式、ね、だけあげれるから全員の集合写真をあれだわ、店じゃなくて家に飾るわ家に、うん、だってこの子たち誰って絶対言われちゃうからお客さんにね、今の誰この子たち誰ギャルギャルゲイバーギャル来た、ゲイバーはね、いろんな人が来るの、悩みを持ってる人いっぱいいるのよ。あともろかな。喫茶店の上のサイモンザブローも多分名前変えてますね。え？サイモンザブロー。サイモンザブローどうなるの？あのいろいろあの相談し合ってその場所とか。うん。そうそう。店とかね。なんで事務所を交換したってこと？夏目探偵事務所になってこと？探偵事務所ですね、上は。あら、よし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 。なんだなんだ、リア充かおい。リア充だなおい。あとあれだ、あの一個目のくるみちゃんのエンディングというか、うん、クリスマスプレゼントのやつはもう仕込んであって、あのテトメトさんにももう事前に言ってたっていう。うん、マジっすか。そう。ルミちゃんがもし死ぬことがあったらキーパーから描写してくださいって言われます。そう、あの死ぬことがあったらこういうプレゼントをみんなにあげるからちょっとよろしくねって。いいよ。じゃあ私とピオちゃんの脳みそは一緒だったんだね。そうよ。そうだからまずそうクリスマスプレゼントをそう帰ってきて喫茶店を見たときにその自分たちがこれまでその何回かご飯食べてる時に座ってた場所にそれぞれプレゼント置いとこうねってエモい、そうちゃんとみんなで帰ってきた時に指定席に座ろうとしたら気づくようにしようねしようねってなるほど、エモモエモモモでもちゃんと帰ったから、そう帰ってきたから全員、そう帰ってこれたからちゃんと直接渡せたわ、よかったよかったよかったよ、マジでよかった、うんだねー、田辺君もお子さん生まれたし、うん、生まれたしな、うん、なんかそのお子さん作ってほしいね、ええちょうどいいぐらいの時間になったし、なっすがらな、普段調整完璧だな、素晴らしいわすごい、いや終わりましたね終わっちゃいましたね、終わったな、よかった、すごい、あーいやまあ分かる通り結構ロングなシナリオなので、そうですね本当に、いや
でも終わったら終わったで早く。そう、あっという間だった。早かった感はする。なんかまだ続くのかなみたいな。明日も1時ねみたいな気持ちだよ。なんかそんな感じですよ。いやもうしばらく私くるみちゃん抜けないわ体から。やめて、来週までには抜いてきて。なんとかしないと。ああ、よかったよかった。ハッピーエンドハッピーエンド。よかった。よかった。もうこれだし。最後にちょっとあれですね、デックス順にちょっと PC の金銭に触れたところでもちらっと褒め合って終わりますか。あ、そうね。渡辺くん、今回渡辺くんの良かったところ、はい、誰か挙手。いやもうこれは最後のクリティカルでしょ。最後のクリティカル。私あそこはこうやっぱり本読んで諦めてくれたとこすごい。わかる。いいね。そこだわ。あそこすごい好き。鋼の意志で本を読んでるのに味方がピンチになると投げ捨てて駆けつけてくれるのね。よかったな。踏み込んで俺は読むんだってやったのに、みんながこう協力して押すぞって、渡辺かいって言った瞬間にバーってきてくる。もう読んでられるかって。本なんて読んでらんねえよって言ってくるとか。ずっと教授に一途だったのわしは、確かに。めっちゃ絡まれたわ。そうそう説得のとこすげえ激アツでした。あ、こうよかった。あ、そうね、説得のロールプレイはすごい良かったと思いました。うん、ありがとうございます。私あいつなんか振らせる気なかったのに信用振らせたぐらい良かったと思いましたね。そこがすげえ熱かったです、うん、そう、BGM もなかったのに。そう、なかったからこそっていうのもあるんだけど、なんか、そうすごい良かった。あのヒリヒリした空気でね、なんか心に迫るようなことを、ね、言っててね、すごいなって思いましたね。そう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 。その後のね、やべえ、なんかめっちゃ嬉しい。カッシーがいない場面でも、そのロシちゃんのその調査メモさ、カッシーのやつ見た後のこう、うん、空気感の中でどうするってところも、うん、その、うんうん、やっぱダンちゃんなりのこう言葉のチョイスで、その。ね、説得っていうかこう言い聞かせてるのが私はすごい好きだったわ。あ、うん、なんか基本チャラチャラしてんのにロッシュ絶対守るぞって心がめっちゃ強くてね、うん、いいなって思いましたね。もう最後バラバラに見えるけど全員ロッシュちゃん守るための行動そう一致してんだよな。 そのために試行錯誤してたもんね、みんなね。そうなんですよね。そうそう、ね、言葉を使うさあ学者さんなのに言葉でやらないとこ好き。うん、あ、いいですね。全部行動で示してしまった。そう、行動とか有言実行の男すぎて。確かにだから日本刀じゃないけど、そうだから武士道物理。そう、ね、あれあのそうそう展望台も良かったよね、うん。一人でエレベーターに行くところ。確かに。そうよかったよかった。あれもなんか言葉よりまず行動みたいな。合流したかと思ったら突然スタッフ殴り倒す。そう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 。先陣切って行くぞお前らって言って逃げ出すの。物理学じゃなくてもう普通に物理攻撃をしてたから。そう。肉体言語バンバン使ってます。確かに。はい、そんな感じで無能さんにはお疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様でした。はい、楽しかった。うん。次くるみちゃん、くるみちゃんはね、もうね、いやー、くるみちゃんはもうロシちゃん大好きよ。もうね、そう、最初から最後までロシ見てもらってる、ね、出会った瞬間からロシちゃんになんか目ハートだったような気がする。確かに。ぶつかったのもくるみちゃんじゃなかったけど。そうよ。そう、ぶつかったのがそう。そう、うんうん、あれ確か大事な出会いだったような気がするんですけど。そうなのね。運命でしたね。あ、なんか、うん、おい、やば。ヘロメトさんがなんかじゃあくるみちゃんかなって言った記憶がなんかそんな感じでしたよね。うんうんうん、あ、じゃあ多分一番でかかったからぶつかったぐらいの。ああ、でもそこからまさかあんなね。濃い絡みになっていくとは。そう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 、ね、いや、すごい。めちゃくちゃエモかった。もう一挙手一投足。たまたまさ、こう夏美ちゃんとの距離がこう別になんか仲悪いとかじゃなくて喋るタイミングがなかったがゆえっていうその偶然もありつつっていうそのところがちょっとエモいなっていう。エモかったね。うんうん、あ、そうよね、あの鍵のこと知らなかったもんね。あ、そう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 、そういうことね。うんうんうん、永遠と教えてもらえない。そうだからさすがに教えてって PL で言ったもんね。
基本的に椿の横かロシュの横だったから、うんうんうん、情報知らんがゆえのっていうのが、うん、動揺が、うん、なんか接しやすくてよかったんかなっていうのは、ね、うんうん、そうね、気にしないで話せたのはすごい楽しかったな、うん、いや、え、どこが良かったな、やっぱ一番最後でしょう。一番最後のあのロシちゃんとのさよちゃんとの戦闘の時。あ、いや、あれ良かったよね。うわ、クリティカルはエモい。ここでクリティカル出すよってなった。近づきたいっていうこの思いの強さが、すごい染みたな。ダメージ受けてでも何してでもロシちゃんを守りたい、うん、助けに行きたい、抱きしめるんだぐらい、そう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 、近づくとダメージ負うの分かってるのに一切昼間で向こうに行きましたからね、進みますって一番ダメージ受けてたもん。さてがスペシャルがなければ私結構雷のシーンも好きだったな。あー、うんうんうん、いや結構すごいことしてる気がする。なんか思い出思い出全部作ってくれてるから、ね、確かに、ね、思い出作りがすごい。なんかロシとの思い出を切り取ったら、うん、9割ぐらいおるんちゃうっていう9割ぐらい、そうきっかけのそうそうほぼ全部写真写ってんちゃうぐらいの、うん、え、ロシが風呂入ってた時ぐらいだよ、いないの。確かに、そうそうそう、そのぐらいかなっていう。確かに、そうね、ゲーム一緒に入ろうとしてて、ああ、そう、まあ一緒に入ってもいいんだろうけど、ちょっとびっくりしちゃうからやめとくわってなったから。そうそうそう。そうね、そう、あの太鼓の達人も私は楽しかったな。あーゲームもね、そう、ゲームいっぱいあのやって回って、あのナッツココナッツのくだりは私はすごい好き。あ、そう、ココナッツ、うん、子供やからココナッツすごい。そう、あれだ、子供だからココナッツそれとっさに出んのすごい、ね、そう、いや、クリスマスプレゼント、ね、ナッツでーって、そう、あのチーム口から手任せ、手任せの口からこうポロッと出して感じで何も考えてなかったから。そう、でもナッツがあったから、うん、そう、うん、いやだからね、もうね、ココナッツやば先に寝るんだって思った瞬間に、あ、クリスマスプレゼント枕元に置こうって思って、うん、そうだそうだ、それに習ってみんな起き出すっていう、ね、そう、全員サンタになる。これもそれもきっかけくるみちゃんの、うん、こんな感じですかね。いや、今回はもうマジでロシちゃんにくっついていろいろ引っ張っててもらってありがとうございます。いや、ありがとうございました、うん、楽しかった。じゃあ次、なずめくん。夏目くん、夏目くんはもう、ね、ロフクとのやり取り関係のさ、うん、裏情報を知ってる唯一の人物っていう、そう、距離導入っていう、うん、耐えたなってクリスぐらい心細かったと思う、ね、下で喫茶店で4人がワイワイしてる間私あのシーン最初コーヒー持っていこうかなって思いました。あー、なるほど。そう、でもなんか先にピンポン来ちゃったからあってなって、あとあれね、天文学2回もクリティカル出してんのマジですごいと思うわ、ね、いや5だよ5、おかしいよね、いや、おかしいわ一番ステータス低いはずなのにバンバンクリティカルとか出してそうそう、なんか天文学者についてだけはめっちゃ詳しい俺やけどっていう、結構好きで確かに天文学は詳しくないけど天文学の教授には詳しい、そう、でも知らないみたいないや、鍵刺す時のセリフ好きあったな、ありがとうロシュって言って、うん、あー、好きだった、すいません、ごめんじゃないなって思った、うん、そう、ごめんではないわ、ねー、うん、また会いましたね、うん、もう好きだったな、これはロシちゃんだわ、あ、会いましたね、そう、また会いましょうって言ったからねそう、信じてますって言ってまた会いましょうって言って失業しだったから、うん、次に目覚めた時はまた会いましたねでしょう、そうだね、いや、いいよね、うん、個人的に良かったのが、うん、あの、まあ、鍵、そのそもそも依頼受けて、うん、鍵刺したのも、うんうん、そのね、スイッチを、あ、その、うん、APC を止めに行ったのも夏目っていうのはね、エモかったよね、そう、やっぱ依頼こなしてんなって感じよ、ね、そう、鍵持ちの仕事をちゃんとしてたのがね、うん、すげえ、そうっすね、なんか責任持ってる感じが、責任というか、うん、
ミスゼロでたどり着いたのが、うん、まあ確かに、そうそう確かにミスない、そうみんなを信じてんだけど結局そこはね全部自分がやってたもんね、うん、よかった。あとあれだわ、普通に致命的失敗の落下が好きだったなでもあれのおかげでそうそうみんな飛び降りて、うん、なんか 2,3 メートルのつもりで落としたらなんか20メートルって書いてあった。20メートル、いやでも大丈夫ちゃうって思って、うん、その時にその装置が、うん、あ、いてるわ、大丈夫ってそう全員つけてたっていう、そうそうそう、急いで降りてったのに、だからあのなかったことになったからね、応急ってなって、まさかねあれが伏線だったとは ねいや本当に、ね、キーパーを持ってました、あこれ伏線じゃんってそうだからめっちゃ面白かった、伏線じゃんって思ってましたね、そうそこの台本みたいにまたなって、うん、面白い、神がかってんな、これはもうおもろいですね、奇跡の連続よな、うんうん、それに関して、まあ、夏目くんはちょっと出るんですけど、それに関しての話がまた別でありまして、うんうん、逃走してたじゃないですか、あなたたち、うん、あの展示室で見つかって、うんうん、あ、はい、あの時のあなたたちは知りようがないんですけど、うん、あのニートン化学工業の地下に大規模 KECS 装置があるので、うんうん、あ、実は展望台から飛び降りても大丈夫でした。え、そうか、そうだわ。そっか、そっか。そうなんだ。だって範囲も広いか。逃げ切れるルートって基本的にそれしかないです。あの階段窓から飛び降りる。確かに私たち7ミリ以上あるもんね。7ミリ。エレベーターですぐ飛びましたよね。いやでも待ち構えられてたもんね。それは確かに確かに。うん。え、それ選択する人いるんですか？いるんですよ。あら、すげえ。うわどういう、はい、どんな騙してるの？公式の動画はやってますね、それ。もう分かってるってことですか？死なないって分かってるってことですか？いや、1階、2階がエントランスだから、1階、2階に降りたら、捕まるかもしれないと判断して3階で降りて、うんうんうん、ああ、これぐらいならワンチャン落ちてもしないやろ、なんじゃんって飛び降りたら、全然無傷ってことか。なるほど。じゃあそこで、あれ？あれ？ビールで一個マークしました。いや強すぎやろ、すげえ。おもろ。ニートンのやつら全員足し抜きやがりましたね。まあそれはまた公式動画見てもらう。はい。やっぱ夏目くんはそこら辺の鍵関係がやっぱり俺好きだったな。そうだね、あとはちょいちょいファンブルしてひっくり返るのも好きだった。一回腰抜かして。そう、ゲーセン、あばばばって腰抜かす。いや、ばばばば、ショットガンだーわー。怖い。人を煽るゲーみたいなのをしてて。そう。尋問のところね。そう、なんか、でも最後決めるの、そのギャップがいい。そう、なんか、かっこいいな。ちゃんと真面目にやろうとするところは真面目にやるのに。そう、突然ちょけ出すから耐えられなくなるとかちょけ出すから、ね、ちょくちょく僕と意見対立してたと思うんですけれども、うん、ずっと意見通してくれたから、うんうん、よかった、ありがたかった、うん、なんか自分がブレてなかった感はありましたね、うんうん、これはこうしたい、それに納得しちゃった、うんうんうん、あれはな、うん、最後本読むか、そうね、あそこをね、入れていくかどうかみたいな、うん、そうですね、うん、芯が通ってて大変良かったと思います。いや、ありがとうございます、うん、お疲れ様でした。お疲れ様でした。次、さかなクン。さかなクンはもう魚、ね、俺ね、あの見事に缶詰投げたところでした。クサッって二度見してたもんな、あそこ。ヒロが上すぎて。ヒロにクサヤの缶詰投げて外れて牛とでぶつかってミゴが二度見するの、あれめっちゃ。あれめっちゃおもろかったな。いや、二度見させたのよかった。そう、ミゴに嗅覚あったんだって分かって。クサッって。ミゴが二度見する臭さってどういう。そう。だいぶ発酵させたんだろうね、くるみちゃん。発酵めちゃくちゃ良かったな。すっごい。縁の下の力持ちって感じ、うん、そう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 、うん、結構そのこう泣きと渡辺さんあたりがこう、うん、わーわーどうしようどうしようみたいになってる時に、うん、ふっと
こうシーンって黙っちゃった時に一番喋ってくれたのがさかなクンだったから、うんうん、おみたいな、こう冷静さを取り戻す戻したなのシーンで、なんか PL も含めて、一回場を整えてくれるというか、割とあのダイスが安定してたと思うわ。あ、確かに。それは、それはあった気がする。さかなクンも最後のデック3回成功してるから、ね、そうそう、うん、だからいいブレーキ役で私はほっとして、うん、ありがたかったです。個人的に好きなのは監査船のやつ見て、あ、船そう、船について書かれてる船だからすごい掃除できるかもって食いつきすごかったです。そうそう、ちゃんとキャラを無通しての好きだそうな。すごいキャラとしてまっすぐやったのよ、一貫してたね。ありがとうございます。それでいいんか。だってプレゼント養生テープで作った魚のやつだよ。でもあのカメラをさ、そうそう、ペタ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 。あれも面白かったよな、養生テープペタ。できるかできないかで言えばできるかな。そうそうそう。あれが意味あったかどうかわかんないけど、あれってみんな、そう全部見られるから、そうだから監視カメラ意味ないじゃんみたいな。いや、もうガラス窓に全部貼ればよかったですね。テープでね、あれない、あれが移動したらわかるわ。その後切り返しで窓に向かって全員であかんべーって、そうあかんべーってベルベルバーってやりましょうねとか言うの。そしたら全員警備員おるっていう、そう、あ10人ってパッとすぐに入れられるっていう。多弁症になったダンクに養生テープ貼っつけるのも面白かった。あ、確かになんか結構無表情でピッて貼ってそう、もご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 。ちょっと一旦黙っててもらいますぐらいの。正直なところ言うと、うん、多弁症のまま廊下で出たらミゴたちにワンチャンバレてたかもしれないんで、うんうんうん、わー、うん、正しいと言えば正しい。いや、よかった。そうですよね。確かに音立てるのも。そう、ブツ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 ってずっと喋ってるから、ね。なるほどね。確かに。後で覚えとけよって言いつつ、ナイスって思ってました。俺もなんか、いや、うるさいからみたいな時に、いや、口塞ぐか、養生テープ。そうそうそう。いや、やっちゃいなさい、ゆうちゃんみたいになってたもん。あ、そんな感じでいぶし銀な活躍してもらいました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。でした。2回目だけど。のヒロイン、うばきさんね、もうね、キャラしてもらった時からジーマートキドキでしたよ。でですか。いや、あ、NPC 一人食われた。そう、そういえば NPC もう一人ってどういう人だったんだろうと思って。あ、別に性格とは決まってないんですけど、うんうんうん、導入のシーンであなたたちに会話を促したりとか、まあ、今回でいう本当椿さんのポジションを NPC がやる予定だったんですけど、うんうんうん、あの飯くれたりとか、そうかそうか、あれだ、喫茶店に戻ってきた時っていうか、喫茶店を居場所として使っていいよって言ってくれる立場ってことですね。あ、なるほどな、宿屋的なけどね。はい、ここら辺ので役回りだったんですけど、いやー、まあきっちりやってもらえて助かりました。はい、よかった。すごい落ち着く場所になってた、きっと。とりあえず帰ろって、うん、やれる場所だった。もう一択でした、帰る場所が。でしたね。うん、そこら辺のロールプレイがキーパーとしては助かりました。うんうんうん、はい、よかった。次の人。めっちゃ引っ張ってくれてましたよね。うん。あの、なんだと、ここ今どうするかみたいになった時とかにまず最初に動いてくれたたりとか、うんうんうん、未亡人なのに提案してくれるのはすごい助かった。未亡人なのに一番活発みたいな。私はもう言いたいことはあるわよ。お、何ですか。あの栄翔の時にクリティカル出してくれて私の失敗カバーしてくれたとこ。あそこ良かった、うん、あそこ良かった。 あそこで手ギュッて握った後に私も握り返して一緒に飛び降りるのすごい好きだった。いや、わかる。今度は逆に、そう、私が震えてる椿ちゃんにギュッてして一緒に飛び降りるっていうそこまでの流れがね、もう、私はすごい好きだったわ。良かったね。そう、震えたら絶対くるみちゃんあたり行ってくれるかなと思ったら、うん、めっちゃ受け取ってくれて嬉しかった。任せといて。
よかったっすよね。そう、あそこがもうたまらんかったね。なんかあんまりおとなしそうに見ておとなしくない人だなって思ったんで、うん、確かに、うんうん、意外とあ動く人だっていうのあった、うん、そう、あのじゃないと多分一人でね切り盛りなんてできんから、だしあれだ、展示室のその廊下まで行って場所とか確認するのを一人でやったのがすごい、すごいなと思って、そうそうトイレ行ってきます、いい、そうわざとちゃんと痕跡残して戻ってくれる、ね、悪知恵が働くというか、そうそうそう、すごかったね、動きとしては、なんか渡辺君みたいな行動するなって思いながら見てました、うんうん、ちょっと感化されてたかもしれない、ちょっと肩やぶりな感じがよかった、そうそうそう、ちょっと似てたよな、こう、うんうんうん、似てた、なんか女の勘だけは出したかったんで、あーあーその感じがそう、うん、女の勘、うん、確かにその確認してたところは夫が吹き飛ばしてくれましたし、うんうん、夫が、ゲン夫がゲンショットガンをね、ゲン夫が、あのシーンも好きだった、ショットガンマスターキーいいよな、あーショットガンマスターキー、あーうんうん、そこはそうだ、言えばよかったね。いいそこでしょ。やっぱエンディング好きでしたね、やっぱりね。エンディングだった。一年後、一年後。そうそうそう。またクリスマスに集合。ずる。そう、いいわね。ずるかったな。ずる。いやー、やっぱ一年後かなって。一年後いいよな、うん。それ聞いた時にね、ロッシュにあのセリフ言わせようって心に決めてたんで。あ、よく拾ってくれました、あのそうね、くるみちゃんが石器で作ってたって言ったやつと、うん、あかぶと思ってて、うん、締め方どうしようと思って困ってたところを助けてもらったんで、うん、いやよかった、あの土星から来ました、めっちゃよかった、いやよかった、すげえよかった、うん、ロシちゃん褒めてるわ、ちょっと違うわ、今拾いだから、うん、いやでもよかったね、ね、ちょっと巻き戻るけど、さかなくんも、うんうん、あの APC 起動させてから、うん、全員で上上がるぞっての時に、うん、唯一失敗した渡辺くんの手をこう、うん、ガッて掴んで、逆ダンちゃんがあの引っ張ったのよ、あれそうダンちゃんのクリティカルでわしが掴んであげたんじゃん、あそこあそこもすごいいいな、あそこそうね、ダンちゃんよかったわ ね、 ね、この5人なの、誰も失敗しなかったじゃなくて、失敗したけど助け合って全部突破したのところがね、そう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 、それこそクリティカル出して、ダン君がその前の流れで、ね、あの本なんて読んでられるかで助けに来たダンだから余計よかったみたいな、ね、あ確かにな、ダン君が来たことは決して無駄ではなかったっていうことですね、ちゃんとダン君が失敗した致命的失敗とかもちゃんとカバーしたりもあったし、そうなんかお互いがお互いをちゃんと、ね、そうカバーしてる、互いが互いを支え合ってるのよみんな、今回全員そんな感じありましたよ ね、 ね、うん、そうそうそう、だって物理学80持っててファンブル出してた時びっくりしちゃったビリッわしもじゃ、嘘だろ逆にすごいよなおかしいじゃろ、80もあってなんでファンブル出すマジでダイスの女神殺してやろうかと思いました。でもあそこもその結局カバーできてるから結果的に。そうカバーしてるのがすごいよな。だからめーってなってたやつね。そう。22だけどいけるか。クリティカルをっていう感じがいい。あとなんかあのカシダの大事なメモを破ったりもしてましたよね。破った。今回やらかした。すごいやってたね。あのメモすごい大事ですからね。すごい大事なのに。確かに。あね、ちゃんと助け合った結果、うん、全部拾えたので、うん、こう取りこぼしたものがなかったんでよかったですね、よかった、最短で終えたんちゃうっていうレベル、うんうん、いやー確かに、つばきさんもなんかこうみんなのお母さんみたいな感じで、そう個性がそうか、応急処置マンなのめっちゃ楽しかった、そうそうそうヒール役が一人しかいないから、逆にその一人っていうのも良かったっすよね、あとロシちゃんにココア出してくれたり、ウサ耳のパジャマ出してくれたり、そうそうそう包容力がちょいちょいっていうかずっとお母さんしてくれて、出てきた時からそんな感じだったよね、でも一番、ね、寄り添ってくれたのはくるみちゃんだから、うん、まあ私と
校つばきちゃん2人でロシちゃん育てたみたいな。そうだって私が育てました。そう感じになってたから気持ちはもう、うん、娘を扱うようだったわ。そうだからある意味、うん、くるみちゃんがいなかったら、うん、多分ロシちゃんのモモモモみたいな感じだったから多分夏目さんの方に目がいかなかった気がする、うんうんうん、あー逆にそうそうそう、だからそれどころじゃない私がおもりやってる間にちょっと進展してたってわけね。そうそうそう、いやあれ結構なんか近いったりとかもそうそうそう、なきさんと行動することも割と多かったか、多かったよね、うん、応急処置回数が一番多いよ、うん、あーなるほど、うわすごね、これは夏美だなと思って。ミゴ、そっか、ミゴもかまったと思う。そうそう、痛いって言ってた。クルミザーと2人寄ってこっち来たからな。あでもまあ私はただゴンってぶつけただけだけど切り裂かれてるから。そう。そう。おそうそうそう。それはもういや夏美ちゃん手当てしなかったらおバカあっち行きなさいって言うよ。な感じで、まあ、影から守る支えるみたいな感じの役回りで非常に良かったと思います。良かった。ありがとうございました。ありがとうございました。ママでした。よし。最後にキーパーを褒めてください。よし来い、褒めろ。もうね、もうやっぱバードチョイスとその NPC を大好きにさせる才能がすごいの。ロシちゃんの魅力がすごかった。いやもうあのね、ロシちゃん可愛い。そうテトメトさんがやる NPC 私全員好きになっちゃって困る。柏田教授のコミショっぷりはすごかった。すごい。かったすんごいわかりやすい。本当にイライラするなって。ほんまに喋らんでいいねんねえのにずっと喋ってる。そう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 。喋ってるのに余裕得ないっていう。そう。確かに。上すぎて。さすがの人さんもしかしてこっちの人って勘違いしそうになるくらい。これはこんなやつが教授やって教壇でこんな喋り方してたらそれはまあネクラとか言われますね。人気もない。なんか声のその雰囲気はやっぱテトメトさんなんですけど、うん、役分けのその喋り方のトーンとか、うん、なんていうんですかね、うん、テンポとかそれこそ性格とかが全部伝わってきて、うんうん、あそれめっちゃ嬉しい。そうなんだろう、ええまたキャラ出てきた、またキャラ出てきたっていう驚きがまず最初に来る。ああそうだ、土曜テトメトいいあのナースめっちゃ捕まえるとこね。そうそうそう、ナースのセリフなんか一言も書いてないですからね。そうそうそう、全部即興ですからね。おばちゃん、おばちゃんすごい好きやった。そう西澤さんとそう私もそう西澤さんとくるみちゃんの会話めっちゃ好きだった、楽しかった。そこ良かったな。あそこもおばちゃんだったから、うん、いや噂好きのおばちゃんとあんな感じかな。そうおばちゃんとおかまが会話したらこうなるんだって。おばちゃんとおかまのっていうそう絡みっていうのもめっちゃよかった、ね、大盛り上がりだと思った。二人ともあらやだとか言いそうだな。そう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 、いやそっか確かに台本がそもそもない、本当はないのに大体そうね。PC たちにどんな言葉を投げかけるか、投げかけられるかによって返しは変わりますからね。うんうんうん、そうですよね。ある程度こういうことを言うってのは書いてありますけどね。うん、あといいところを、うん、いいセリフとかをしっかり拾ってくれるとこ好きです。うん、私ちゃんとなんとなくだけど、なんとなくだけど悪い方向に行かないようにこうちょっと。本当にそれで大丈夫ですかって心配して、そう大事なところをちゃんと確認してくれるのがね助かって。まあね、あのいらないところでも確認はしたりしてました。確かにそうそうそう、揺さぶってくんの。あれよ、あの柏田教授の経営調べてる時、ね、あそう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 、あそこよかった。2人到着しました。あれもね、あれも完全なアドリブなんですけど、足音が聞こえてきます。そう足音が聞こえてきました。いやだからあそこちょっともうちょっと変な隠れ方すればよかったと思って。逆にね。そう。では
江頭教授の部屋の前については2人はどうしますか？そう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 。なんだよ。え、だからなんか一回ずつ調べたら来るって言ってたじゃないですか。そうだったわ。そう言ってたの。部屋のオブジェクトみたいな感じでポージングして待ってればよかった。合流しますかねって話をしてたのに。そうそうそう。あ、でもその聞き方がだってちょっと怪しいもん。BGM も止まってたし。あなたたちが調べていると。全員聞き耳を振ってくださいって。ってなる。この部屋は一番奥にあるんですか。上へ向かってくる足音がします。さあ、導入がすごいいいよな。狭いロッカーに入ろうっていうのね、3人。だから私入ないわよって言って。絶対入らんのに。天井張り付こうと。そう。天井張り付こうとしてる人まで。してたら面白かったかもしれないですね。張り付けばよかった。ロッカーに道々で扉が閉まってない。くるみちゃんと、あーいいなー、手取り張り付いてる夏目と仁王立ちしてる渡辺そう、入らないっていうのも良かったけど、あのちょっとなんか決めポーズとかしてこう置物ですみたいな感じで立っておきたかったそしたら多分あれだってこう椿が先頭歩いてたから、うん、あの時こしゃっと開けた瞬間に天井にぶら下がってる人がいるんでしょ私こう決めポーズしてる置物とそうはみ出す、決めポーズしてる人もいるし、そう超カオスな状態でブルシャンはあわあわしてるし、そうかわいそう変な大人しかいない、そうそうそう、何してるのってなるってことですよね。でもね、正直にちゃんと突っ立ってたからねそうそうそう、本人やったら謝るよ、うん、面白い。 あとあれだ、電車のシークレットダイスのん何ですかんってとこ何でもありませんよ一回ミゴ見たら、いやもうそれしかないやろそうそうそう結局ね、あそこだけだったもんね、ミゴ出てきたのって。そう、一回だけ。あ、確かに。まあ、なんかね、今回ね、車移動が多かったんで、うん、あこのせいですね。何回かシークレットダイスしたけど、でも3日目のあの乗り込む時からだけだよね、うんうん、そうそうそう、1回しか出れませんでしたね、残念残念まあ1回、まあちょっとね、あの検診装置がバレなかったらもうちょっと高い頻度で出そうかなと思ったんですけど、うん、1回目の時でもう KCS バレたから、まあ無意識2回目出す必要もないんで、うんうんうん、あ、まああえて出しとかないとこう飲み込みが的な、そうそうそう、1回は出しとかないとね、うんうん、シナリオ上ね、じゃあ切り込んでよかったんだね、あれ。そうそうそう、助かりましたね。あの日本刀失敗された時はどうしようかと思いました日本刀失敗するし、組み付きも失敗するし、そう、組み付き攻撃も外れるし、どうしようかと思って組み技ハンブルオネーだったから、朝やな、誰か当てろ、誰か何も当たらない思ってましたちょいちょいそんな感じで助け舟出してくれたから、ありがたかったです。やりやすかった、ダンいいですかって、いやあれだ、あのね、ワープの助け舟めっちゃ助かったな。ああ、あれは泣きさんがいいこと言いましたね。そう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 、あれは泣きさんが、あのミゴでも天使って出てくるんじゃないみたいな、あれセリフなかったら、うんうんうん、そもそも取っかかりがないから、確かにヒーパーからいきなりそんなことは口にしないので、うんうんうん、ああ、あれはトラペチーノさんのファインプレーでした、ね、うん、あ、よかった、おお、いやそういうファインプレー多かった気もする、うん、ほんまに、うん、なんかみんなのポロッとした一言がこうつながってった感じあるよね、うん、誰が駆け出たらこうはならなかったかもしれないってやつですね。いや本当に本当よすごい。まあ、私としてはロシちゃんを可愛くロールプレイできたので満足です。で超可愛かったです。めっちゃ可愛かった。本当にさ、女の子だったんだなって思います。ありますけど守ってもらうポジの NPC の女の子がちゃんとなんだろう、愛着持ってもらえるのがね、やっぱりやってて一番嬉しいですね。よし、うん、よし、やっぱりやばとしても守りたかった。守りたくなりますよね。このビジュアルとテトビットさんの喋り方と、あの指ツンツンとか、そうそうそう、だからワードチョイス、描写チョイスがいいのよ。そうそうそう、すごい読み取れる動きが、そうそうそう、あの首コテンが好き
そう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 、って言って首固定。そう、固定がそうそう。そのまま体ごとギューって傾いて。そうそうそう。そうです。途中こっちからもう。そう。クイチが可愛いから。ね。クルミちゃんにこうズリズリってしますねとか、ちょっと冷たいかもっていうところとかも好きだと、なんか。ああ。温度まで伝わってくるとね。いいよね。いや、地下なのになぜか雨が降ってますね。そうそうそう。え、あれ、それ。雨だよ。そう、あの、ね、ロシちゃんが流した涙が雨という表現になっているんだよ。そういうことだよね。うん、あ、雨なんだよ。雨にしてるのかもしれませんね。雨なんて降ってませんけど。雨だよ。いや、雨だよ。そう。みんな大好き。雨なんだ。ロイス大さんのやつ。そう。そうですね。わかるわかる。ああ、どんなとこですかね。語り尽くしましたか。もう語りたいことないですか。思い出しては浸ると思いますけど、そう思い出してまた、そういう時のためにフセッターというものがありますので。そうね。今回男性陣多かったよね、人数的に。まあ女に男4、男4、男3、くれるんで。男4、女に男4、男性に違うんで久々に女性やったりする。女3、男4、ん、女さん分かんないけど、いや、男5やろ。女ばかり。男 5? 算数できなくなったかもしれん。何で5やろ、ここには。いや、でも女も3人いるわよ。男、女。え、どっちの話ですか、今。ファンサクターなのか、プレイヤーなのか。ほら、私ここよ、私ここ。あれ女よ。やーね、ちゃんはくるみちゃんのこと男性って見てると思うよ。そう、椿ちゃんはまあでもそう、女性、男性がそんな認識にないかもしれない、ロシュ。うん、ああ、確かに関係なさそう。そうだし、あの、性別お姉さんお兄さんって聞かれた時に、いや、くるみちゃんでいいわよって言ってるからね。性別くるみちゃんだから。男性3人、女性1人、くるみちゃん1人だった。そうだからやっぱここで合ってるわ。わかる。失礼します。ではここら辺でお疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。おやすみなさい。おやすみなさい。